ども今それをやる必要があるか、憲法を改正していくってことに対して、今やる必要があるかって言ったらそうじゃない。今はまずは憲法を守ってもらわなきゃ困るんですよ。健康で文化的な最低限度の生活をみんなが送れるような政治にしなきゃいけない。生活苦しい人たちが 54.4% で、シングル家庭に関しては 86% 生活苦しいです。これ憲法違反ですよね。他にも憲法15条、みんなのための政治をやれよと、一握りのためだけの仕事をしちゃダメだよって書かれているものだけれども、いやいや一握りのための資本家の仕事しかしてないじゃないかよとか、すでに憲法が保護にされているようなことがいっぱいあるわけだから、憲法を変えるっていう前に憲法をまず守れと、まともな社会にしてくれ、それが政治の役目であり、憲法改正などを実際に行えるようになるのは私はもっともっと先の話だろうと。まず今目の前のことをしっかりと取り組むのが政治の役割であろうというふうに考えています。